こんにちは。ガラスのクッピーです。ハシブトガラスのクッピーです。クッピーくん。ぐーちゃん。始まりました。撮影中です。ぐーちゃん。もう今な、ね、新しいのが入ってきて、カイカイなので今、はずぐろい中ですね。あくび出ました。我が家は下に置いとくと何でもクーちゃんがいたずらするので、ゴミ箱もこういう感じで吊るしてあります。うわートッピー君来た。いいよクーちゃん、行かない行かない。こうしようか。はい、よいしょ。はい、というわけでカラスのクッピー登録者数が180人超えました。ありがとうございます。ありがとう。痛いよと。あ、すごい、外のカラスが祝福。すごいねクーちゃん、人気者だね。すごいクーたん。はい、というわけで毎日コメントをたくさんいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。で、福ちゃん行っちゃうの？はい、足引っ張んないで。落ち着きませんね。お外にねカラス来てるね。トッピー君来ました。はい、ちょっとね外にカラス来てたのでね、落ち着かなかったので中断しました。うんね、カーカーって来ててね、気になっちゃったのね。というわけで YouTube 勢いで始めちゃったんで知らなかったんですけども、コメント欄でコメントいただけて、こういった、うんね、嬉しいね。コメントね、コメント欄でこういった交流が持てるっていうのを知らなかったので本当に嬉しいです。ありがとうございます。でクーちゃんのことはクーちゃんとかクッピーって呼んでいただけていいんですけど、私の方はですね、飼い主さんとか主さんっていう感じで、ちょっと呼び方にね困る感じだったと思いますので、改めましてカラスのクッピー保護主のレンと申します。よろしくお願いします。よろしくクーちゃん、よろしくね、レンちゃんです。知ってた？ん？一応ですねクーちゃんは自然界に飛べないので、はい、自然界に返せないということで修正保護、自然界からお預かりしているという形になりますね。修正保護なので私保護主のレンと申します。鳥獣救護ボランティアに登録してありますので、クーちゃんも、はい、県の方に届け出済みです。はいね、くーちゃん。うん。はい。で、うん、そうなのね。でですね、千葉県、ここ、御宿町なんですけど、御宿町にはですね、はいはい。うん。赤ウミガメが、うん、ね、産卵に来るので、うん。ウミガメの産卵上陸調査もやってます。御宿ウミガメパトロール隊という、うん、ねえくーちゃん、ウミガメさんがね卵を産みに来るのね。その調査なんかもやってます。レンズビ、カタカナでレンズビで検索していただけると、アメブロもやってますので、ご興味ありましたら、うん、はいはい、御宿ウミガメパトロール隊でも検索すると Facebook の方でシーズンになると毎日海の状況なんかもアップしてますので、ご興味ありましたらよろしくお願いします。赤ウミガメは絶滅危惧種、
ね、うん、うん、そうね、そうなのね。毎朝ね、シーズンになると朝早くウミガメが上陸してるかなっていう足跡を探したりとかしてます。はい、というわけでこれからもよろしくお願いします。くーちゃん、はい、くーちゃんね、今ここ、この翼のね、ここね、ここね、新しい羽が生えてきてて、カイカイなのね、カイカイなのね。はい、というわけでこれからもよろしくお願いいたします。はい、くーちゃんでした。